咲いた、咲いた、チューリップの花が。ふふふふ、とってもいい香り。今年も元気に咲いてくれて嬉しいわ。ありがとう、大好きよ。あ、メタンさん、おはようございます。あら、つむぎさん、おはようございます。チューリップの水やりですかいつもありがとうございます。 いえいえ、好きでやっていることですから。そういえば、前から聞いてみたかったんですけど、メタンさんは、どうしてこのボランティアを始められたんですかそうですね。チューリップは、夫と息子が大好きな花だったから。でしょうか。二人とも、前回の戦争で死んでしまったんですけどね。そうだったんですね。配慮のない質問をしてしまい、すみません。いえいえ、 いいんですよ。そういったわけで、私にとってチューリップは、家族のようなものなんです。その愛情が、きっとチューリップたちにも伝わっているんですね。だからこんなに綺麗に咲いているんだと思いますよ。それでは、出勤途中ですのでこれで失礼します。はい、ごきげんよう。あら、いけないわ、もうこんな時間。うふふふふ、それじゃあ私も、 お仕事に行ってくるわね。また来るわ、みんな、元気で咲いていてね。スタスタスタ。わあ、綺麗なチューリップが咲いてるよ。本当ね、素敵な花だね。ねえねえ、お母さん、私、このチューリップが欲しい。一歩抜いてお家に持っていこうよ。そうね。 でも、公園のお花を勝手に取ってはいけないわ。ええー、別にいいじゃん。たかが植物だよ。こっそり持っていっても、誰も気がつかないよ。そうね。確かに公園のチューリップなんて、なくなっても誰も気がつかないわよね。そうだよ、そうだよ。絶対気づきっこないよ。お母さんだって、いつも言ってるじゃん。捕まらない限り。 泥棒は泥棒じゃないって。誰も気づかないんだから捕まるわけないよ。それに、もしも気がついた人がいても、花なんてまた買ってきて、出ればいいだけじゃん。それもそうね。チューリップなんて、どこにでも売ってるし、高いものでもないし。ね、ね、いいでしょう。いいでしょう。私、絶対大切に育てるよ。 そうね、植物を育てることは教育にもよさそうねいいわ全部持って行っちゃいましょうやったまいまいお母さんはショベルカーを持ってくるわねみこちゃんはトラックを借りてきてちょうだいあいあいさん。最大